12月30日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。僕は占い師ではないので、占い師さんが出した結果を読み上げさせてもらいますね。12月30日生まれの方は、困っている人を助けたいという気持ちを常に持っています。無条件でそういった人たちに何かを与えることをためらいません。人に頼りにされることで自分の価値を見出そうとする傾向にあります。特に自分に自信がないときにその傾向が強くなります。自分が頼りにされることや必要とされることで自分の居場所を確保しようとします。人のため、社会のために貢献しようと一生懸命ですが、自分のための時間やお金も欲しいと考えています。誰かのためと自分のためという二つの目的の狭間で揺れ動いていることが多く、優柔不断になることがあります。どちらかに極端に偏ってしまうことで自分を見失うこともあります。場合によっては誰かに迷惑をかけてしまうこともありそうです。斬新な考え方やアイデアに理解を示し、常に自分も時代の最先端を行くような感性の持ち主です。年齢を重ねても年下の人の気持ちが理解でき、積極的に交流を持つなどして自分の感性を磨いていきます。自分とは異なる世代の価値観を理解できる能力を持っています。世代はもちろん、自分とは異なる立場にいる人への理解がありますので、困っている人への理解や援助を惜しみません。お金にならないことやボランティア活動にも熱心な方です。想像力が働くこともあり、困っている人たちがどういったことを欲しているのか、どういった状況下にあるのかを理解することができます。相手の求めることに即座に対応できるのも感性の高さが関わっています。優柔不断な部分がありますので、自分の考えをはっきりさせて行動することができないことがあるようです。そのため人の意見や話に流され、気がつけば自分の望まない状態になってしまうこともあります。周囲の人の意見や雰囲気に影響されてしまい、気持ちがコロコロ変わりやすい部分もあります。その心変わりにより誰かを振り回してしまうこともあります。常日頃から自分の意思をしっかり保つようにしてください。一旦決めたことを後で覆してしまうようなこともあり、結局はうまくいかずに人に迷惑をかけてしまうケースもあります。何事も安易に決定せず、後々のことを考えて慎重にじっくりと判断することが大切です。周りからはおおらかで優しく頼りがいのある人と見られることが多いです。しかし
感受性が高い反面、神経質で心配性な部分もあります。不安を感じやすく、時には体調を崩してしまうこともあります。そういった時にはまず自分を一番にケアするように努めてください。恋愛運、親しみやすく誰とでも打ち解けられる優しい人柄に惹かれて、多くの人とのつながりができます。そのため恋の出会いのチャンスは多い方です。自分にいい刺激を与えてくれる人に魅力を感じます。また甘えられてしまうと、つい相手に応えたくなってしまいます。面倒を見ることに生きがいを感じてしまう面もありますので、それが恋愛感情だと錯覚してしまうこともありそうです。さらに推しに弱い面があります。積極的に強引にアプローチされると、意中の人がいるにもかかわらず他の人と交際してしまうといった出来事も起こりそうです。恋人やパートナーには献身的に尽くす方です。時には相手を自分の思い通りにコントロールしようとすることもありそうです。結婚後、家庭において孤独を感じると、外とのつながりを求めて積極的に外に出ていくような面もあります。仕事運、どのような業界や業種であっても周囲に馴染んで仕事をこなしていきます。コミュニケーション力がありますので、人との関わりがある仕事や言葉を生かした仕事が向いています。特に面倒見の良さを生かして教育や指導を行う仕事が最適です。感性が高く優れた美的感覚を持っていますので、クリエイティブな分野でも大いに活躍できます。流行や新しいものにも敏感ですので、ファッションや美容業界の最先端を行き、ビジネスとして成功する可能性もあります。マスメディアや広告業界でも実力を発揮します。人を助けたい、困っている人の役に立ちたいという思いが強いこともあり、医療関係の仕事を選ぶこともありそうです。また社会奉仕やボランティア活動にも熱心になります。組織の中でも教育や指導を任され、リーダーとしての資質を認められれば管理職としても活躍します。人からあれこれと指示されるのが嫌だという理由でリーダー的なポジションを欲することもあります。金運、安定した良い金運です。そもそも自分のためにお金儲けするよりも、困っている人に援助する目的などでお金を得ようとします。実際に大金が手元に入ってきた時には、困っている人に貸したり慈善団体に寄付するといったような使い方をすることが多くあります。困っている人のためにお金を出すのも大切なことですが、自分のためにもお金を使ったり蓄えるようにしてください。あなた自身がダメになってしまうと、誰かを助けることもできなくなってしまいます。また頼まれ事を断れない性格です。強引に頼まれてお金を貸してしまうこともありそうです。あなたの強く出られない性格を知っている場合、借金を踏み倒されてしまう可能性もあります。お金を貸すときは慎重になってください。以上、10月30日生まれの方の占いでした。何かの参考にしてくださいね。